ンポーン。この動画は再投稿になります。なので、時期がおかしいことになってますが、それでもよければ、よろしくなー。こうになります。なので、時期がおかしいことになってますが、それでもよければ、よろしくなー。やあやあ、こんばんは。それでは続きといきましょう。そういえばマキさん、またメイクされたそうですね。そうだよ。メイクが古いのだったから更新してきたよ。おかげで、すぐにこっちに呼ばれたけどね。まあ、ゆかりさんもあちらで頑張ってますし、今はゆっくり霊夢先輩の後を継いでますから。冗談だよ。ここのマスターが、そっち方面メインなのはね。あ、本編始まります。ほいほいやっていくよ。あの人玉を食らうと、一時的に動けなくなるね。それを避けながら進むんですね。いきなり出てきたね。止まらないように進まないといけませんね。行き止まり。強行突破だね。ギリギリだった。ゆっくりもできませんね。ゆっくりな意味で。違います。イライラ棒ですか？それ知ってる人いるかな？タイミングが分かれば落ち着きつつ簡単にいけますね。最後には虎の狐。このペースなら余裕だね。なんか親切だね。一体何が目的なんでしょうね。あの狐早いからね。基本的に足から封じるのがデフォですね。何それ怖い。下手なネタ振りだね。なんだろうここ。狐の宴会場？ここから戦争するため。あかりちゃんには変装してもらうぞ。え、それどういうこと？キャー！あかりちゃん。ケホッケホッ。一体なんで煙なんか出たの？無事？だったね。あかりちゃん、ところで、今の自分の状態はわかる？え？キャー！なんですかこれ？変装セットさ。これで狐に変装して進める。私じゃなくてよかったよ。これで変装なんて嫌です。そもそもこの耳狐じゃなくて猫狐でー。いえこれ猫み狐でー。まあスタイルも近いし狐と言い張れば大丈夫だよ多分。はあ、わかりました。マキさんもいますし、この格好で乗り切っていきますよ。ありがとう。
今後、いろんな衣装を着ることになるとは、彼女たちは知る由もなかった。あまりいいものはありませんね。値段の割に効果が薄いからね。まっすぐ突っ込んできた。一人だけなら避けるだけでいいんですが、大抵は数で来るから慎重になっちゃいます。さいなら。飲みすぎだよ。なんでここボロボロに？酔っ払いのおっさんより立ち悪いね。どっちも知らんのかい？適当だね。相手の出方もわからない。その上追いかける足も速いから。どうしても足からになっちゃうよね。初めからそのつもりなんだよね。それ以前に逃げる前提だからあまり得られないね。半右は切腹用の刀っぽいのが置いてたから、そこが正解ルートだと思う。これこれ。私はすんなり通れてますが、おしくらまんじゅうみたいに見つかって通りにくい。嫌味ですか？え、
どういうこと？あ、これ。その後魅了しての強制同意だ。なんとか抜けたね。まだ安全ゾーンではなさそうですが。つまり効果。止まるんじゃねえぞ。罠だろうけど、あれ気になるな。気にはなりますね。あまりの内容にびっくりした。価値観の違いとはいえ、強引すぎて点になってた。生き遅れて。そもそもこの狐はどれくらい生きれるんだ？大変だな。久々だけどキプレイだしいいや。まだ必要ないかな。
つ姉様。